朝、鳥の喘ぎ声で目が覚める。やめろやめろ、雰囲気がぶち壊しや。目を覚ますと隣にはうららがいた。まるで悪い女から僕を守るように。絶対違うと思うよパパ。なあ、何この今日の動画、雰囲気ぶち壊しやんか。あれ、クイーンちゃんがいない、ボス君がいない、どこに行ったの？僕は朝早く愛犬のボス君クイーンちゃんを探しに山へ出た。何時間も何時間も歩いた。気がつけば綺麗な滝にたどり着いた。もう道はない。ボス君クイーンちゃんはいなかった。どこに行ったんだろう。なんでいないんだろう。パパパパ、僕玄関の前にいるよ。パパ、僕ずっと玄関の前にいたよ。クソ野郎か、お前玄関から家出てないんか。お前玄関の前にずっとボスいるやろ。お前何時間出かけてきたの。お前何ちゅう動画や。お前雰囲気ぶち壊しや。僕悪くないよ。僕全然悪くないの。パパがさ、家の窓からお外に出たから悪いの。僕ずっとだって玄関の前にいたもん。そんなことより、なんで今日私一回も出てこうへんの。今日この後ずーっと寝ているだけのボス君トークなの。なんでパパ私撮影してくれへんかったの。気がつけばボスはずっと寝ていた。暑くないのだろうか。玄関にはエアコンは設備されている。常に25度。なぜボス君はわざわざ玄関の前にずっといるのだろう。いや、もうこいつ私の話聞こえてない。なあパパ、なんで私今日出てこへんのって聞いてんのに、なんで無視すんの。絶対聞こえてるやんか。ボスに出会ってもう5年。毎日毎日が思い出。いっぱいいろんなところに出かけて、涙もあり笑いもあり感動もあり、もうやり残すことはないだろう。パパ寝てるけど、僕寝てるけどパパの声聞こえてる。なんかもう死ぬみたいな言い方やめてよ。僕まだまだいっぱい出かけたいねんけど。まだいっぱい美味しいもの食べたり出かけたり遊びに行きたいけど。初めてボスに会った時、その頃からボスは下痢だった。やめろやめろ、そういう雰囲気の BGM 違うやんかパパ。体調が悪くてまだ会えませんと日にちを延ばされて、1週間、やっとボス君に出会った。だけどその頃からボス君は下痢だった。小さい頃から、出会った頃から体調が悪く、それでも僕はボスを家族に迎え入れた。迎えに行った当日、トリマーのお姉さんがガラス越しに必死にシャンプーをしている。初めて家族が迎えに来た。下痢まみれのボス君はさすがに見せられない。頑張って頑張って、トリマーの女性の方はボス君をシャンプーをしていた。シャンプーが終わり、半乾きのボス君、僕は初めて抱っこをした。その頃から下痢臭かった。やめろってパパ。パパ確かにほんまのことやけどこういうの動画にしん方がいいって。なあ、やめた方がいい。確かあのお店は、言ったらあかん、絶対言ったらあかん。パパ、お店の名前は出したらあかん。僕はでも嬉しかった。たとえ出会った頃から下痢垂れ男でも下痢臭くても、ボスはボス。どんな優秀な犬、チャンピオン犬、どんな犬よりも僕にとっては世界一の最高の家族だった。パパハグして、パパ強くハグして。嬉しい、僕もパパの家族に嬉しい、幸せ。パパ強くハグして。
可愛いボス、強くハグをすると服はよだれだらけ、鼻水はつき、お尻周りを触るとギリがつくかもしれない。でもそれでも僕はボスに強くハグしたいと思った。いやいや、思っただけかい。お前ハグしろよ。お前台無し。お前思っただけやろ。お前思っただけハグしてないやんけ。お前なんちゅう動画やね。確かにパパいいこと言うてるけど、ちょっと雰囲気が時々ぶち壊しになってるよパパ。ボスに出会ってから僕の服はいつもよだれだらけ、鼻水もついている、乾いてカピカピになってることもある、毛もいっぱいつく。それでも僕はそれが幸せ。僕にとってボスの匂いは最高の香水。どんな香水よりもいい匂い。よだれや鼻水、抜け毛、出かけた先でそれを見ると、早く家に帰ってボスを抱きしめたい、早くボスに会いたいと僕はいつも思う。パパ、パパ、パパも、パパもギュッてして、パパギュッてして。他の人はボスくんくんちゃんを臭いと言ったり、汚れていて汚いと言うが、それでも僕にとっては最高の、最高の世界一の愛犬。だってそれが僕とボス君とクインちゃんの暮らしだから。確かに臭いよ、確かに汚れているよ。他のワンちゃんを見るとボス君クインちゃんよりも綺麗でいい匂いかもしれない。でもそれでも僕はボス君クインちゃんが愛おしい。毎日山の中にお散歩に行ったり、川遊び、一緒に遊んだり一緒に寝たり、いろんなところに出かけたり、僕にとってボスくんクインちゃんは最高のパートナー。川遊びに行ったり、夏場は月に2回ほどシャンプーする。でもやっぱり日頃都会で暮らしてるワンちゃんに比べると、田舎暮らしのワンちゃんって汚れやすいし匂いもすると思う。お散歩に行けば草むらがあり、湿った地面を踏みしめボス君の足跡がつく。車が通れば水しぶき、野生動物もいっぱいいる。それは都会に比べるとありえないことかもしれないが、僕たちの生活では毎日のこと。終わりー。クソ野郎か、お前いいこと言ってんのにどんな終わり方すんねん。お前オチよオチ、最後の終わりってなんやねん。お前もうちょっと動画続けろよ。お前もういつも見てくださりありがとう。